じゃあ次に愛のナイフという曲を聴いてください。ワン、ツー、あ、ちょっといいですか。ちょっとごめんなさい、ちょっと爪が気になるんで、今このタイミングでいいですか。ごめんなさい、どうぞどうぞ。なぜかここに爪切りがある。お、いいねそれ。匠の技。何、匠の技。匠の技というとなかなか手に入らない一品ではないですか。この辺じゃちょっと手に入らない。お、それだったら由緒ある、あのね、爪切り。岐阜は関市の、関の、刃物の町の、お、職人の手作りの。いいね、これもちょっと。そんなのなんで持ってんの。これはですね、おなんでかっていうと、おなんでなんでしょう。なんでなんでしょう、ね、なんでなんでしょう。なんでか僕の手にこの小さな、おちっちゃな、爪切りが、愛の爪切りが、愛の爪切り、愛のナイフじゃない、愛のナイフじゃない、愛の爪切りが、愛の爪切りが、はい、そんなお近いあります。はい、で使わせていただいております。ありがとうございます。はい、俺が言うことはねえけどよ。はい、じゃあさっさと積んで、じゃあ、はい、ちょっとここ人差し指の爪がちょっとさっきから気になってたので切らさせてもらいます。すいません。はい、確かに。じゃあ、改めて、いい？はい。じゃあ、今度こそ改めて、はい、いきましょう。髪も凍らせて君が立っている。愛してるわ信じてるわ、そんな歯がゆい言葉でさえも今夜は本当に聞こえて僕を迷わせる。何が悲しいの？何が寂しいの？心心心を開く愛のナイフが欲しい。涙ためて顔歪めて君は死にたいなんて叫んだ。お酒もたくさん飲んでやけになってるのか。騙されてた裏切られた君は心を閉ざしてしまう。嫌なやつの悪口も話してほしいのに。何を気にするの？何を怖がるの？心心心を開く愛のナイフが欲しい。愛のナイフが欲しい。自分のことを忘れ
悲しいの、何が寂しいの、欲しい愛のナイフが欲しい。